北海道旅客鉄道が旭川駅名寄駅間を宗谷本線経由で運行する快速列車である。1986年11月1日、旭川駅名寄駅間の快速、ピアシリ、遠隷、鈴石、手塩川として運行を開始した。1990年9月1日,日往復増発した上で名寄に名称を統一し後往復が運行されるようになった。 その後、2000年3月11日のダイヤ改正で1往復減便され、現在は4往復となっている。列車名は、快速区間の一方の終端である、名寄市に由来する。なおこの列車名は1965年10月1日から1984年2月1日まで、札幌駅名寄駅間の急行列車の愛称として、使用されていた。以下特記ない限り、 2021年3月13日、現在の情報を示す。旭川駅なよろ駅間を最速1時間9分、最も遅い便でも1時間30分、平均1時間20分で結び、1日4往復が運行されている。列車番号は 3320D から 3327D。このうち、上り2号は、おといねっぷ駅始発の普通列車が、 名寄駅で列車番号を変えて、相性不与の上直通している。宗谷本線では普通列車もかつて、仮上工場であった駅など一部の駅を通過する場合があるがそれらよりも、駅を絞り、基本は特急停車駅に加えて、長山、ピップ、県淵、風連の各駅に停車し、列車により追加停車駅が設定されている。旭川駅長山駅ピップ駅。 バッサム駅、ケンブッチ駅、シベツ駅、風連駅、ナヨロ駅、キハ 40K700 番台による快速、ナヨロ書籍、雑誌 JR 北海道新聞記事。ありがとうございます。